ジロチャンネルじゃない。今日もよろしくお願いします。大丈夫さん、大丈夫、大丈夫なの今のは。大丈夫、ここは使おうよね。いや、やっぱり噛んだ方がみんな面白い、はい、うん、そうそう、二郎さんらしくて最高最高で、なんでござんしょう。今日は綺麗な船がいっぱいある、はい、うちの味もとがいっぱい、はい、という値段別に聞きたくはないですけど、まあ、ちょっとね、二郎さんイコールすぐ値段聞くみたいな印象を持っちゃってるから、ちょっとその値段はあんまり、まあ、今日は我々は安田シップヤードの新しい企画あるじゃないですか。はいはいはい、暗いやつ、ね、この船のリニューアル計画ね。いや大きいのよ、今まで見た船では一番安田の中で大きいのよ。だってどっから見ても目立つ、これ。そう、向こうから見たらこれしか分かんないんだよね。みんなに聞かれるの、何のために。見に行ける、行けましょう。見てください、中。でも結構今綺麗になってますね。そうそう、中をね今リニューアルしてパーティーのボートにするのこともあるけど、はい、サロンとして使おうかと思ってる。あ、サロン、うん、ここに建物を建てるとしたら高いけど、マンション倒したみたいな感じだったら、ね、その通りです。そうそう、マンション倒しますみたいな。全部片付けた、すごい。そうそう、そう、綺麗に一応したけど、これからもっとさらに、今度は大工仕事だから、もっともっと綺麗にします。サロンといったら、うん、例えばこういうところでご飯食べたりとか、うん、そうそう、家具入れたり、はい、お茶飲めたり、クルーズの前にここ寄ってお茶飲んだり、あとシャワールームつけたり、綺麗なトイレつけたり。だから船のオーナーが、そうそうそう、使える、ここで使えたり、あと他にもパーティーここの中でやったり、いずれは。そうですね、そうそう、面白いですね。というこういうようなもの絶対ないからね。ねえ、浮いてるもので。でっかい部屋見に行きましょう。うん、行ってみましょうか。え、どこにあるの、でっかい部屋って。多分この上。どこ。いや、私一回一人で夜見に来た。マジで。ちょっと怖かったけど。怖くない？そう、怖かった。とりあえずこの2階はさ、結構全部ねえ、あれ全部こっちに入ったものどこに入れたの。捨てた。すっげえ。すごいでしょこれ。あれ捨てるためにいくらくらいでしょ。いやいやいや、もうすごいでしょこれ。この階層は床はもう全然全然、もうカーペット張ったり板張ったりするから。これもう綺麗に、いやいや、無理無理、これはもうヴィンテージ感がすごいよね。でも二郎さんの船に通じる、なんか直したらかっこよさがあるかもしれない。絶対いろんな面白い感じでできるんです ね。なんか二郎さんもなんかアイデア出してもらって、やりたい。だってこういうところで逆にホテルとしても、まあ泊まる部屋難しいかもしれないね。本当は泊まれたらね、はい、いいよね、水上ホテルみたいに。二郎さんと野沢さんがあれ知恵出してくれればいいのかね。あ、お化けがいる。こっちは。これは、これもすごい。前はテーブルとか、そうそう、ここテーブルとか椅子がいっぱいあったとこで、走ってる時こっちが前になるから景色がいいように。実際動かせるんですか。今は動かせない。でも直したら動かせない。いや、動かさない予定。うん、ここに置いて。だマンションが倒れた感じ。感じで。ね、そこでショーやったりするのに、これ面白い、段々になってるし、ショーできたりとかイベント的に面白いね。ショーやってここでこうレストランで食事しながらなんか見れたりしたら最高だよね。面白い。ライブね、ちっちゃなライブもできるし。だってちっちゃなライブで場所を取るより、この場所を取って、ね、ここでやってティケット取って、ね、こっちに入って面白いですね。だから野沢さんはこういう場所を持つことがやっぱいいところだよっていうのがあるから、これをどうしてもやりたいみたいで。でもすごい、すいません、まだ話戻るけど、うん、お金かかるんですね。あ、出た。お金って言ったらピーってなる自動のなんかアプリ入れて。いや、多分見る人たちは知りたいよね。もうこんなでっかい船でいろんな船紹介してもらったじゃないですか、うんうん、結構みんなすげえこういう船あるの、うん、僕はいろんな人会ったりとか、うん、例えば昨日広島で仕事で行って、うん、いろんな人が YouTube 見てるんですけど、うんうん、話したら広島ですごいでっかい船あるんですよ、それを持ってる人は1億5千万で買った、うん、あれでも、我々の見てみたら全然違う世界じゃないですか、だから安田のところで結構でっかいものばっかり、大きいのがあるから。でも船の楽しさは大きさじゃないから、はい、お大きければいいっていうことじゃなくて、船は大きくても小さくても海に出るっていうことが楽しい。森江さんがいつもちっちゃい船でボロくさいねって言うから。いやいやいや、言うな言うな言うな、そのこと一回も言ったことない。二郎さん、やめて、営業妨害するの。もう絶対ダメでしょ今のは。でも本当に船は大きさじゃなくて
でも本当新しい船がやっぱねいいよね、壊れないから。実際この船は横浜にあったんですか、うん、横浜にあった船よ、観光船で多分皆さん乗られたり見たことあると思うぐらい有名な。今でもカラオケで見たことある。これそうで、うん、カラオケにはよく出る昔の人のね歌に。名前何て言ったんだ。マリンシャトル。そう、マリンシャトル結構後ろで。でもう一回これのお兄さん、はい、あ弟がマリンルージュっていうのがまだ横浜で動いてるから、はい、それはサザンオールスターズの歌とかにも出てくるマリンルージュっていう船が、はい、ここしか、とりあえずはここしかやらない。あ1階とここ上は上でもっともう一部屋大きいのがあるんだけど、そのガラス張りのそこを今どうするかは野沢さんが頭をいつもぐるぐる、ま、見てもいいですか、はい、まだ綺麗にされてない場所、うん、ここはあまり綺麗じゃないからうわあ、一応うわあ、これすごい。だこれなんかね本当は取っ払ってオープンでもいいのかなとは思うけど、まあ、そこは野沢さんがいろいろ考えてるから出来上がったら話題になるね。ね。今こういう場所も話題になってるんですけれど。まあまあ。でももっと話題になるんですよ、ね。なると思う。やっぱパーティーよくできれば、工業地帯だから夜音出しても怒られない。よどうぞパーティーを。いやいや全然何回もしたことあるからみんな声出して。それもうコンプライアンスで今ピーピーって入っちゃうから使えないけど、次郎さん。こういうだって毎回毎回新しい計画あることは楽しいですね。うん、ね。本当に希望がね、本当に新しい船、ちっちゃい船、パーティー用の船作ってるじゃないですか。あ, あ, 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 あれも新しいことじゃない。本当にね楽しい。あれはまだ出来上がってないのに、いろんなところからパーティーやりたい、うん、パーティーやりたいと言ってる。そうでしょう。ブランドが、ね、そうでしょう。あれはね本当に楽しい船になると思うんだ。うん、全部捨てる前に何が宝物なかったんですか。何もなかった。はい、何もなかった。古いポスターとかあったけど。あれこっちね。レコードもなかった、ね、あった、あった、古いレコード持って帰ろうかなと思って、あ、捨てちゃったもうとにかく捨てちゃい、捨てちゃいで。でも何がそういうヴィンテージっぽいものなかったんですか。いや、本当にね、中途半端なヴィンテージ、あーなんか、おおっていうヴィンテージはなかった。これは、うまくやれば、まあ1年間以上かかるんでしょうね。かかるけど、でも、今はこの状態だけど、次また次郎さん来てくれた時にはもっと綺麗になって、はい、どんどん一箇所一箇所綺麗にしていくから。でもこの間あの野沢さんのインスタグラムに見たら、いろいろ素材とか選んだりとかしてたりとか、あのリーダーの指示出しのもとに、まあ一応その映像もらえるからそれ入れようと思って面白い。やっぱり1年後、でも1年後じゃないと間にもう一回我々こっちに来てね、何回か見に来てちょっと新着状況を見てください。そう、絶対面白い。でもこういうところに参加したい人、お金あって参加したい人とか いるだろう ね, ね、うん、お金入れたいとかね、私も参加したいとか、ね、ノーノー、いやこっちはそんなにイエスあれイエスそれは言葉使わないけどイエスイエス、私に電話くださいよろしくお願いします。こういうのもさ、うちで作れるからね、乗るのにこれなかったら乗れないから、この船は。そうですね、うん、さっきチャレンジしようと思ったけど無理だ、無理無理無理。あの昔はチャレンジしてた、ちょっと遠慮してた、年取ったな、ねね、もう当たり前、落ちたら大変だから、かっこ悪いから、ああ、この3人の中で落ちるったら決まってるから1人